赤星まわり選手の登場です。地元の七尾市。このバスケを通じたイベントは能登半島地震の復興支援の一環として行われたもので、東京パリと2大会連続でオリンピックに出場した赤穂ひまわり選手のほか、宮崎沙織選手もゲストとして参加しました。2人は県内外から集まった中学生と交流。日本代表としてプレーする2人には次々と質問が投げかけられました。失敗してしまった後にいつもどのように切り替えとかしてるんですか？失敗したら次できることをしっかり考える。自分の今できることに集中するようにしてます。でもそのオリンピックのゴール下のシュートの外しは今でも気にしてます。またパリ五輪を終えた赤穂選手は今後の目標について、チームとしてのリーグ優勝とし、さらなる活躍を誓っていました。